旧制何庭高等学校は、大阪府に設立された、公立旧制高等学校。略称は、並高。改正高等学校令に基づき、大阪府により、関西では、唯一の公立7年生高校として1926年3月に、設立され、修行年限4年の尋常化、及び、文化、理解よりなる、修行年限3年の高等化が設置された。 学生改革に伴い、大阪府立より国立に移管され、大阪高等学校とともに、新生大阪大学に包括一般教養部の前進校の一つとなったに引き継がれた。寮は設置されなかった。学生のほとんどが大阪周辺の出身だったのと、寮が学生の悪習を助長すると判断した学校の方針による。旧老高校高等科本館老校は、 大阪市郊外の千里丘陵西に位置する大阪府豊野郡豊中村の府立大阪大予科地に設置された。町金山高地は第二次世界大戦中軍事工場として一部接収されるなどしたものの、新生大阪大学の豊中キャンパスとして継承され、その校舎は一般教養部北校となった。現在も豊中キャンパスに残る 涙高時代の建造物としては、旧高等化本館や、旧道場などがあるが、特に旧本館は、異号館と呼ばれ、半来の全学共通教育機構本館、総合学術博物館として、現在も使用され、2004年には、国の登録有形文化財に登録されている。その他にも、同キャンパス内には、涙高庭園など、旧世時代を記念するモニュメントがいくつか、 混流されている。2010年5月27日には、涙高創立85周年と、半大創立80周年記念として、町金山庭園に、旧姓老高生の像と、町金同時像が竣工した。なお、これらの銅像を制作した夢、銅由里子は、涙高第一回卒業生の野間行進の即女である。また、涙化に隣接して設置された旧、 大阪帝国大学附属委員、石橋文委員の建物は戦後医療技術短期大学部本館として使用された、後、大阪大学総合学術博物館、町金山修学館展示場に改装され、涙化時代の教材標本資料を一般に公開している。ありがとうございます。